told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. はい、今日はグラスホッパーですね。グラスホッパーって、まあ、もう組まれたことはもうご存知の通りなんですけど、サーボの位置が真ん中にないので、どうしても左右の、打角が、左に曲がるときと右に曲がるときとで、大きく変わってしまうという特性があるんですけど、今回はちょっとそれを、直そうと思います。まあ、直すにしても、ステアリングワイパーとか、センタースタアリングシステムとか、そういったあの複雑なことはせずに、単純にステアリングの打角を揃えて、センターにサーボを持ってくることで、調整していこうと思います。で、まず、最初の段階でどんだけ違うかっていうのも、確認のためにちょっと取っていこうと思います。でまず左回りなんですけど、左回り、結構小回りしてます。こんな感じです。で、右曲がりがこんな感じになるんですけど、右曲がりの方が圧倒的に、小回りというか、まあ旋回性能というか、まあ、これがちょっと大回り気味になってしまいます。で、サーボの交換なんですけど、今回はあの以前ちょっと動画にもしたんですけど、DRC の、 あの 9200E っていうトイラジ、まあ、結構あの走るトイラジがあるんですけど、これをあの改造した際にちょっと手元に余った、サーボアンプ、これをちょっと使っていきたいなと思います。というのも、通常のサーボの大きさと、この DRC のサーボの大きさとでは、まあ、全然大きさが違うので、まあ、単純に考えて、でセンターにできない理由の一つに、まあ、大きさっていうのもあるので、このサーボ自体を小さくして真ん中に揃えてしまえばいいんじゃないかなという、まあ、サーボを交換するだけなんですけどね、ちょっとこれを調整しようと思います。はい、サーボの位置を、センターに揃えて、完成しました。こんな感じかな。で、これをちょっと外に持っていって、計測ちょっとしてみようと思います。で、一応あの目安となるように、真ん中の中心のところから、黒のガムテープで、こんな感じのところっていう目安の、ラインを、何箇所か引いてます。右も左も、センターにサーボを持ってきたんで、ある程度揃うようになりました。ただちょっとせっかくなんで、もう少し切れ角アップしたいんで、これを DT02 や03のアップライトに交換して、またちょっと計測しようと思います。じゃあ測ってみます。こんな感じで中心取って、右回りのアップライト交換後が
93cm で交換前が114cm ぐらいかな。で一番遠い大回りしたのが 157cm ぐらいになります。で今度左側、左回りが、アップライト交換後、これが83で交換前が109ぐらいですね。ちょっと誤差だいぶ出ましたけど、まあ、スピードの調整でだいぶずれたんじゃないかなと思います。はい、計測の結果こんな感じになりました。若干アップライト交換後10センチほどだいたい差がついちゃいましたけど、まあ、スピードの調整がちょっと難しかったんで、それの誤差だと思ってもらえたらなと思います。まあ、それでもあの切れ角アップにしても、それぞれの回転半径もおよそ同じぐらいになったんで、まあ、良かったんじゃないかなと思います。今後もグラスホッパーに関しても、まあ、ラジコンに関してもいろんな動画、自分の興味の持ったことや、疑問に思ったこともどんどん動画に上げていこうと思いますんで、いいねボタン、チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。